次は私のオフィスを改装します。この天井が茶色なのが嫌なので塗り替えて、壁の色も変えます。椅子が黄になっちゃうじゃん。本当だよ。それで白塗るんでしょ。塗らないの。わかんない。眩しい。金髪みたい。いいよ。あと仕上げの方です。白くなります。はい、それではグラノーラクッキーを作っていきたいと思います。まず油は、バターでもいいし、今日はギーを使います。ギーとか、あと、乳製品がダメな人はココナッツオイルとかサラダオイルとかでも大丈夫。ギーを使うとすごく美味しいし、栄養価が上がるので、私はいつもギーで作ってます。で、これがブラウンシュガーですね。で、このレシピはすごい砂糖控えめなので、それなぜかというと、後でホワイトチョコ入れるので、その分甘さは、砂糖の甘さは控えめにしてます。で、こんな感じで、ギーはもうすごく柔らかいんで、柔らかくする時間とか置く時間とかいらないから、すごく早くできます。早く作れます。これはほんと混ぜていくだけで簡単にできるので、子供と一緒に作るのにすごいいいレシピです。こんな感じでダマがなくなったらもう OK。 あとは材料をどんどん入れていくだけでできちゃうんですよ。はい、そしたら卵はね、半分ぐらいですね。1個使うので入れて混ぜます。で、バニラエッセンスをちょっと加えます。そしたら粉系をどんどん入れていくんだけど、まずこれは、アーモンドプードルですね。アーモンドプードルを入れて、これはオートミールを粉にしたもの、オーツ粉で、これがグルテンフリーの
このフラワーを使ってます。これはね、栄養が入ってる粉なのでめちゃくちゃおすすめ。お菓子作りが苦手とかいう人でも絶対絶対成功する失敗なしです。はい、こんな感じでしっとりまとまれば OK。 そしたらここにくるみとあとホワイトチョコを刻んで入れるんだけど、ホワイトチョコはいつもここの使ってます。バリで100円ぐらいで買えるホワイトチョコ。これをこう大体この私は2列分ぐらい使ってます。チョコの量はお好みでもう大丈夫ですよ。でこれ刻んで刻んだやつを入れます。で、さっくり混ぜます。あ、そうそう、お好みでシナモンパウダー入れてください。これは入れなくても全然大丈夫だけど、私は必ず入れます。ちょっとまとまんなそうだけど、こうやって押し付けると形になるって感じの生地ですね。はい、こんな感じでもう出来上がり、あと焼くだけですね。よし、そしたらもうこれはもう型抜きとかもしないでこうやって丸めてちょっと押す感じ、そして形を整える超簡単なもうドロップクッキーです。なのでこれ、この作業とかも子供と一緒に作ったら楽しいと思います。なんか最後ちっちゃくなっちゃったけど、なんかはい、こんな感じで、あとは180度ぐらいのオーブンで15分ぐらいこんがりきつね色に焼いた方が美味しい。美味しいのでぜひ試してみてくださいね。